出していこうぜ。どうも武田でございます。はい、ということで今急遽カメラを回しているんですけれども、タイトル見ていただいた通りなんですけれども、実は明日記録が実は控えておりまして、もう皆さんにね何のご報告もしてなかったんですけど、インスタとかツイッターのメッセージ等でフォロワーさんから記録が出るんですかっていう連絡はいくつかもらってたんですけど、ちなみに出る大会が総大道記録会競技会、ちょっとわかんないんですけど、競技会に出る予定です。出る予定だったんですが、皆さん動画見ていただいている方ならわかると思うんですけど、7月中旬クラブ大会終えまして、あそこでギリギリ11秒1台ではまとめることができたという結果だったんですけど、もともと痛めてたのが左のハムストリングスの内側の方、ずっと騙しながらやってたんですけど、クラブ対抗の100の準決勝終わった後から上のハムの外側、ケツから引っ張られてる感覚がすごいあって、分かると思うんですけど、大体ハムストリングス痛める人ってケツ張って、でケツ張ってる理由って腰が張ってて、いろいろどんどん上から来てる原因が多いんですけど、僕の今の感覚的にはお尻からハムが引っ張られてるっていうイメージがあります。大会の疲労であろうと思いつつ、騙しながら 4K 走って、クラブ対抗は動画的には綺麗にまとまった感じにはなったんですけど、その後ですね、なかなかそのからハムストリングスの張り引っ張りが全然取れなくてね、治療行って休めば治るだろう普通の考えではいて、ちゃんとそれ実行して、ちゃんと治ってから練習再開しようと思って、でクラブ対抗から総大道記録会、明日ある総大道記録会まで結構スパンがあったので、最悪2週間休んでも大丈夫かなと思ってて、その前6月から7月頭かけてはちゃんと練習詰めてきてたので、2週間ぐらい休んでもそこまでタイムって今の僕じゃ変動しないかなと思ってたので、治療して休んで2週間ぐらい休んで、で総大道記録会に出ようって思っていたものの、ちょっと探りを入れながらこう練習を始めてたんですよ。で2週間経ってぐらいから落ちない、その針が落ちなくて、針も結構しっかり打ってもらったんですけど、なかなか落ちない。動画見ていただいてる方なら分かると思うんですけど、アクセルキッズ合宿ぐらいからさすがに本腰入れないとなって思ってたんですけど、そこも全然もう詰めなくて、その後の新潟の妙高合宿もうほとんどマネージャー業していてっていう形で、クラブ大会終わって約1ヶ月間ほとんど何にもやっていない状態でした。で正直1週間前ぐらいからは若干総大道を諦めようかなって思っていまして、1週間前ぐらいからは痛みありながらもちょっとやんなきゃなっていう、なんていうんですかね、結構皆さんもこういう駆け引きというか、こういう迷う時期って結構あると思うんですけど、騙しながらやんなきゃいけないかなっていう思いもあり、ちょっと正直きついかなと思いながらトレーニングしてました。ハムのその怪我しないため、ランニングは今ほとんどできない状態だったんで、ちょっと最後どうなるかと思って、今日急遽というか、どんな状態ではあれ流しから SS ちょっとスピード上げていく確認は今日最後にしようと思っていたんですけど、意外とタイムが出てしまっていまして、今ちゃんとアップして、その後 SS ショート系の 30m と 50m を2本ずつやったんですけど、自分の計測でタッチダウンでやったんですが、 30m が3秒8と3秒9、 50m が5秒7と5秒7、ぶっちゃけやっぱスピード感落ちてないですね。やっぱ感覚がちゃんと生きてたんで走れちゃいました、実は。で明日どうしようかなといったということで、今動画を回しております。今からちょっと言うこと結構大事なポイントで、8月23日に関東選手権があるんですね。群馬で行われる関東選手権があるんですけれども、千葉県選手権の動画、見ていただいた方なら分かると思うんですけど、チームアクセルの補欠に入れさせていただいておりまして、関東選手権になると確かラウンドが増えるみたいで、そうするとその草野さんや根岸さんといったその主力メンバーの人たちが 4K と100と200とって全部フル走れるわけにはこういかない。できれば個人種目に専念して 4K は決勝だけでやったりだとか、絶対そんな本数持つわけがないので、お話聞いてた感じだと総大道選手権で僕を 4K で試してもう一回ちゃんといけるなっていう、クラブ対抗の感じだったら全然使える状態ではあったみたいなんですけど、もう一回総大道記録会で 4K で僕走って本当に使えるかっていうのを確認する予定だったみたいで、だから関東選手権の 4K の予選を武田で行こうかという話もなんかちらほら上がってたみたいで、正直国体選手になるとか、いろんなことを言ってきましたけれども、今年陸上バシッと始めて僕の目標の一つであったのが、関東選手権であったり千葉県選手権もそうですけど、そういったラウンドのある試合で戦で使ってもらえるっていう位置まで戻りたいなっていうのが正直この年の目標だったので、僕の一番の目標だったんです、実は。それが叶う寸前だったので、ちょっと悔しいなっていうのがあって、なんで多分最低関東選手権で僕が使われる状態っていうのは、総大道記録会で走れる状態であるとこにかかってくると思うんですね。はい、ということで今お兄さん練習始めて大音量で音楽流し始めて逃げてきました。
どこまで話したかちょっと覚えてないですけど、とりあえず関東選手権のためにどうするかっていうのところが多分一番大事なところだと思うので、関東選手権を一番に考えていきたいと思います。チームの状況とかいろんな事情があるので、僕なりに力になれればと思って、関東選手権まで全力で頑張っていきたいと思います。それを踏まえた東海道記録はどうするかっていう感じですね。それで、最終決断は結局自分でやるし、チームのその状況に合わせて、お兄さんの判断だったり佐野先生の判断だったりで変わってくると思うんですけれども、皆さんのねご意見もぜひ聞きたいですね。怪我をしてて高校のインターシリーズだったら怪我してても走んなきゃいけない部分だってあるし、大学のねインカレだって点数のために肉離れして包帯ぐるぐる巻きにして、包帯ぐるぐる巻きはちょっと欲しいけど、チームのためにっていうこともありますし、今回のケースはちょっと違いますけれども、チームのためにっていう意味では同じではあると思うので、皆さんのねこういった時どういった判断をしてるかなどコメントしていただければと思います。という感じなので重ね重ねになってると思いますけど、明日の総大の選手権でどうなるか、関東選手権に向けてまず精一杯やっていくっていうのが、走る走らないに関わらず、YOSHIKIさんのね動画前日上がってて途中になっちゃってて、すごい申し訳ないんですけど、明日 YOSHIKI さんの動画が上がります。すいません、途中に入っちゃって申し訳なかったけど、ご報告でした。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。